はい、こんにちは、ケボイです。ラスト、フラッター基礎編ラストということで、最後に、この YouTube の画面、今、右に置いたんですけど、この YouTube の画面をトレースしていきましょう。YouTube の画面と同じような、画面っていうのは、フラッターではどんな感じで作っていくのかっていうところをお見せしつつ、なんか総集編みたいな感じになると思うんで、いろんな、今まで勉強したことを、踏まえてどうやって作っていくのかっていうのをね、学べればいいかなと思います。はい。ということで、とりあえず、ちょっと細かいところはコピーしないですけど、このホーム、動画、再生リスト、コミュニティとか。とりあえずこのナビゲアップバーがあって、ここにボタンがあって、動画がこうリストで表示されてるみたいなイメージでやっていきたいと思います。はい。リストをね、前回作りましたので、そのままこうリストを使っていく感じにはなるかなと思うんですけど、一旦最初からいきますか。ちょっとこのリストビューを一旦またコンテナーにして、こっからスタートでいきますか。はい、いきましょう。こっから YouTube っぽい画面を作っていくと。いうときにも、まずはですね、上に盆栽プログラマーケーボイと書いてあると。盆。はい。で、これはテキストはこれでよくって、色。バックグラウンドカラーが、大体ですけど、厳密にね、やった方がいいと思いますけど、ブラック。ブラックでいいか、じゃあ今回は。ブラックにしたらこういう感じで、背景がアップバー変わりますと。で、右側に3つボタンがありますので、アップバーっていうやつに、アクションズっていう、パラメータありまして、ここにボタンを置いていくと、この画面みたいになりますね。例えばアイコンっていう、ウィジェットがありまして、厳密にアイコンボタンとかにした方がいいですけど、一旦ボタンにはしなくていいから、アイコンズドット、ちょっとこれの意味わかってない。この、なんですかね、キャプチャーじゃなくて、この画面のちょうどいい、あれがわかんないけど、スクリーン、なんかこういうやつかな。なんかこういうイメージですよね。ちょっと全く同じアイコンが用意されてないかもしれないですけど、Bluetooth とか違うか。Bluetooth はこれか。Chromecast みたいな、ないか、さすがに。ないか、Chromecast。なんかじゃあ似てるやつ、この辺とかに、ラップトップ。はい、これ置きますと。で、ここはね、配列なので、例えば、こんな感じで、今、ラップトップ3つ来ましたけど、ここは、なんか、サーチとか、やって保存して、一番右は、メニューかな。3本の、やつがあるといいけど、ちょっとオプションか、3本のやつは。もしかしたら、違うか。メニューでいいか。じゃあセッティングでもない。やっぱメニューでいいか。これでいいか。はい、3本もあった気がするけどね。これで一旦、これがビデオってやつに似てるやつありそう、ありそうでない、似てる、一回これとかで。はい、こんな感じで3つボタンがありまして、で、間をサイズドボックスっていうやつで、8とかにして、間を開けていくと。
このボタンとボタンの間を開けていくと、まあ8、もうちょっと開けてもいいかな。10、例えば16。16。ああ、いい感じですか。もっと開けてもいいのか。24。まあ8の倍数でこう開けていくことが多いかな。はい。こんな感じで、まあ一番右側も置きますか。サイズボックス。あ、こんな感じですかね。ちょっと似てる感じになったかなと思います。で、盆栽プログラム K-POY をちょっとこう、字体をボールドにしたいから、テキストスタイル、フォントウェイト、まあこの辺もいろいろなのあるのから、まあ使っていくうちに覚えられればいいと思うんですけど、ちょっとこう、ちょっと太字になりましたね、これで。はい。まあバックボタンとかはまあ一旦自動で出るやつだから一旦いいかな。今回は。で、じゃあ一番上ここできました。じゃあ次はこの、まあこボディのところもちょっとカラーズをブラックにして、で、ここの中にこうリストを入れていきましょう。チャイルドで、リストビュー。まあドットビルダーみたいな感じでこの前と同じで。やっていけたらと思いますけども、ちょっとリストビュービルダー検索しますか。リストビュービルダーはこれかな、これはちょっとどれにしようか。あ、このこっちにしようか。これで、そうですね、これをコピーしていきましょうか。これをコピーして、リストビュービルダーをここに入れると。で、まあちょっとカラーはよくて、まあ一旦前と一緒ですね、エントリーってやつをコピーして、ここに持ってきて、ABC になりまして、この色が、まあ一旦そうですね、一旦このテキストの色を変えたいので、またスタイル、あ違うか、ここじゃないか、こっちか、スタイル、テキストスタイル、カラー、カラーズ、ホワイト、ただちょっと ABC となりまして、まあセンター ABC、 センターはいらないかな、 ABC ってなって、この左側に画像を置いて右側にタイトルみたいにしていきたいので、まあコンテナはまあ一応あってもいいのかもしれないので、このテキストをオプションエンターでローでここ見まして、ローの左側にイメージドットネットワーク、で、ここのネットワークのところにこう画像のアドレスを貼っつけていきたいんですけども、YouTube、コムドット、ちょっとコムドットとかにしますかね。これを画像アドレスをコピーして、貼っつけると、あ、出ましたね、こんな感じで。で、ちょっと画像サイズを、まあ、もうちょっと高さとか、例えば、ハイトは、100とかにした、もうちょっと高くてもいいかな。あ、サイズ変わってくんないか、これだと、これだと変わってくれ、あ、ここが、こっちが決まってるのか、なるほど、こっちがどうしようかな、コンテナの高さ決まっちゃった方が楽なのか、こっちの高さが80とかでいいか。これでいいでしょ。こんぐらいにしといて、こっちの高さはなくてもいけるか。はい。で、ローで、左がサムネ、下が、右がタイトルみたいになって、で、コンテナの、ちょっとパディングってやつを、やります。insert all。ああ、パディング開けすぎ？まあ、もうちょっとそしたら高さ100とかにし、あ、ちょうどいい感じになってきました。で、右側のこのエントリーのところは、まあ、こいつが入ってくればいいんですけど、ちょっとこれ、じゃあ、エントリーズ、
エントリーズインデックスに変えて ABC って今なってますが、これとこれの間にもやっぱサイズドボックスでは横幅を入れてあげて8とか、あやべ、もうちょっと開けてもいいかな、16、はい。でフォントサイで、この今 ABC ってなってるところになんかこう、こうタイトルを入れていけばいいので、はいはいはい、ちょっとこのカンマ入れて、こんな感じでちょっとはみ出しちゃったので、そうですね、コムドットの、まあいいか、はみ出しちゃったので、ちょっとまあちょっと豆知識なんですけども、ローを使った時にまあイメージの大きさは決まってるから、この右側の部分があと余りみたいな感じなんですけど、この余りの部分にオプションエンターでウィジェットってやって、ここエクスパンディドってやつにしたらいい感じに収まりましたね。なんか左に合わせて余った大きさを使うっていうイメージなんですね。エクスパンデドって全体に広げるみたいな、それやってるといい感じにこう折り返してくれると。でエクスパンデドのこのテキストの下に再生回数とかがありますので、ちょっともう一回ファーストページ、ここをカラムで囲んで、ちょっとテキストコピーして、ここが多分グレーとかで、まあ適当に再生回数を例えば1053回、視聴5日前とかにして、ちょっと字のサイズをちっちゃくしたいので、フォントサイズ12とか、ちょっとちっちゃくなった。でカラムでこう今って真ん中に来ちゃってるから左寄せにしたいから、ちょっとこの左寄せはカラムですとクロスアクセスアライメントがスタート、そうですね、左寄せ、はい、これでいいかな。うん、ちょっとこっちの字をもうちょっとでかくしたい。フォントサイズデフォルト16ぐらいなのかな。なので17とかにして。ああ、16でいいか。はみ出したな、また。はみ出したらめんどくさいから、6でいいか。はい、こんな感じにして、2つは、技術マウントを取る。なんかこんな感じとかね。あ、またはみ出したね。はみ出してほしくないね。縦幅を変えよう。テキスト。3行は収まってほしいからな。あ、ちょっとほら、これで、これ高さってやつ変えると、この行間の高さですかね。これ変えれるので。で、マックスラインはスタイルじゃなくて、この下。3とかにして。はい。これでいいんじゃない？いい感じじゃない？うん。まあ、これでいいか。はい。うん、はい。まあ、こんな感じでいいかな。一旦。YouTube 真似してみましたっていうところですけど、まあこんな感じで、リストとカラムとかテキストとかを使って YouTube っぽいレイアウトをちょっと簡単に作ってみました。まあこんな感じでなんか真似しようと思えば
できると思うんで、今までのレベルで。いろんな自分の好きなアプリとかをちょっとトレースして練習してみたりしてもいいかなと思います。はい、一応ここまででウィジェットの基本的な使い方っていうのを分かったと思うんで、まずはこの段階でもし作りたいアプリがある人はもう作っちゃってもいいと思うし、はい、それで、他にもいろいろデータ通信とかもありますけど、それはまた違う動画でやってもらえばと思います。前出した Firebase のオレンジ色のサムネのシリーズでもいいですし、はい、新しくこの後出る昆布さんのシリーズでもいいかと思うんで、やってみてください。ということで今回のこのシリーズは、6本出しましたけど以上です。参考にしてください。 See you next time.